のアムステルダムにある開閉式屋根を備えたドーム型多目的スタジアム。サッカーエールディビジのアヤックスのホームスタジアムである。当初は世界陸上競技選手権大会の誘致を目指し、陸上競技場を建設する計画を立てていたが、それに落選したため計画をサッカー用スタジアムに変更。太陽光電池パネルを使用した開閉式屋根を仮設して、 天気やイベントに応じて屋根を開閉したり、また、サッカー以外では、センセーションなどのコンサートや展示会にも使用できるように設計されている。また、格闘技では、ヨーロッパ最大にして、世界的にも、K、K1 と双壁をなすキックボクシングイベントイッショータイムの年間最大の大会も毎年この会場で開催されている。 高速道路からそのまま入ることができる駐車場が1階。2階には食事などのできる場所があり、3階がグラウンドとなっている。アヤックスに、かつて所属した世界的な名選手ヨハンクライフが2016年に死去したことを受け、功績を称えるべくヨハンクライフ割れなと改名する。プランが2017年8月9日に発表され、2018年4月5日に、 正式に変更することが決定したと公式 HP で発表した。ありがとうございます。